飛ばし屋といえばソフトバンクホークス柳田悠岐選手。この選手の打球はもう規格外。そして草野球の飛ばし屋といえばモンスター澤田。この人も危険。しかし女子プロ野球界にもいました、規格外の飛ばし屋が。京都フローラ岩谷美里選手、昨年打撃タイトルを総なめし、今女子プロ野球界ナンバーワンの飛ばし屋である。その岩谷選手のロングティーに密着しました。打球を飛ばすコツも聞いてみました。めっちゃ飛んでる。なんでですか。もうルーティンでやってるんですか。はあ、すっげえ飛んでる。やっば。あ、いた。これはいた。全然超えていくと思う。うわぁ、バレンティンだ。確かに。確かに投げるとこなくなっちゃう。あ、対戦、そうか、対戦したんですね。なんか飛ばすコツってあるんですか。意識してるのは、はい、とにかくもう前を大きくっていうのフォローする。調子悪くてもだからとにかくその前を大きく振れるスイングをして試合に挑めよう、はい、前を大きくって。でも具体的にどうしたらいいですか。え、もうバット投げるぐらいに、あ、ボール来たら、はい、その軌道にこうバットを出すようなイメージで、まあ、バット投げる。なるほど。小西投手もバッティングです。試合では投手のほか内野手外野手でも出場する女子プロ野球界のレジェンド。女子プロ野球第1号ホームランを打ったのはこの人。打球に角度をつける方法。いた。あ、結構下がった。打球弾道が違う。うわ、さあ岩谷選手のバッティングです。力強く振り抜いた打球が一直線にレフトへ向かう。しかも一番奥の防球ネットまでも越えていく。これが女子野球界ナンバーワンの飛ばし屋の打球です。あー、巻いた。うわ、弾がやば。ああ、バレンティンがいる。
ああ、ナイスキャッチ。どうですか、守ってて。なんか打球が、はい、一瞬来るかなって思うんですけど、はい、ずっとも伸びていきます。去年までテストチームだったんですけど。そうですよね。ホームラン打たれたんですよ、去年。どこの球打たれたんですか。低めのカーブを使われて、はい、ホームランでした。へえ。これ打つんですか。ちょっとレフトフライかなと思ったんですけど、はい、伸びるめっちゃ伸びる。あ、取れそう。ちなみに本日開催されました女子プロ野球のオールスターゲームでレジェンドオールスターズ側の5番サードでスタメン出場した岩谷選手、初回ワンアウト二塁の場面、この試合の詳細はまた後日お届けいたします。ナイスバッティング。はい、オールスターゲーム終了しました。お疲れ様でした。いやすごいね、まあ、京都フロールさん潜入させていただいて体感したんですけども、はい、やっぱ女子プロ野球のオールスター、うん、これ華やかだね。より一層そうですね、うん、NPB のね、我々オールスターにも潜入させていただいたけども、うん、あれはもう野球の最高峰ね、はい、当然なんか技術凝縮されてますけど、うんうんうん、女子プロ野球っていうのはこの華やかさと明るさとまたその中で真剣勝負とこのね、いい感じのこうコラボレーション見ててこう楽しいですね。笑顔になっちゃうよ ね、なんかね、すごくね盛り上がってました、はい、プラスバンドもあってね。そうですね、またこの内容をね後日配信させていただきますので、ああ、そうですね、少々お待ちいただいてね、はい、うん、で、そんな話はいいんですよ。これいいってことないだろ。これこれってなんだよ。これはユニフォームですよ。なんかセカンドユニかい。問い合わせ入ってるんですよ。問い合わせが視聴者さんから何ですかこれ。最近始めてますよね。いやカメレオンとか言ってちゃっかりとかじゃないでしょ。いやこれはもともとさ、あっぱれはさ毎年ね、はい、こうアディダスさんのベースボール T シャツを、はいはい、ね、でベースボール T シャツにこうプリントを入れたりして、はい、でまあかっこよさと、うん、まあ、着やすさと、うん、安いのねやつのそれの辺をコンセプトに、うん、まあ、セカンドユニフォームというものを作ってるわ、うん、ボタンじゃないやつね、うんうん、でそれでこう年々ねこう、はい、新しいものにこう切り替えていってるんだけども、まあ、今年はこの、はい、幾何学模様の緑と黄色と黒をね、はい、まあ、これをチョイスしたということかな、そんなことも分かってますよ。いやなんだこれ、これですよ。いやいや、ほらほらなんかこれね GUNOSY、 はい、グノシー、なんですかこれは。これキモ、お前なんなの。これはちょっと気になりますね。これはだってもうアップレの中にさ、はいはい、そのグノシーのね、あの社員の方がいて、うん、でまあたまたまそのグノシーの社の中でも特産 TV をね、うん、ありがたく見てていただいている方が多いということもあり、まあ、今回このセカンドユニ何にしようか、どのデザインにしようかなって話してる時にその方が、まあ、会社の方々とねそんな雑談の中で、ちょっとプリント台出すからグノシーのロゴ入れてもらえないからっていう話だったらしいのよ。で我々はねこう野球のねつながりもあるから、まあ、東京ドーム招待してもらったりとかいろいろあるから、まあ、断る理由はないわね。まあ、そういったことで、まあ、それといいですよということで、はい、まあ、我々お金払ってないわけですから、なので、まあ、グノシーさんのロゴ入れさせていただいて。グノシーって何ですか。グノシーってちょっと詳しく。グノシーですよ。キモ、お前キモ。グノシーって何ですか。いやグノシーってニュースアプリだろ。ニュースアプリ。そうだよ。なるほど。コラムとかスポーツニュースも、はいはい、まあ、時事ネタも全部ね、うん、ちょっと面白おかしな記事もいっぱいで、まあ、普通に読んでるよ。読んでるけど。そうなんですか。キモ。ダウンロードした方がいいんですね、これを。キモ。これをダウンロードすることによって、なんかいい感じになるんですね。なんかやらしいな、お前。なんか俺、が喋れば喋れようと、なんか嘘くさい宣伝みたいな。いやいや、そんな、ま、ただのニュースアプリのグノシーがユニフォーム乗ってるっていうだけ。はいはいはい。この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。アッパレショップ新商品追加しました。夏の野球人におすすめのアッパレ T シャツニューデザイン、アッパレオンラインショップで検索してみてください。